こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回は、デッキ相談室第16回目ですね。やっていきたいと思います。で、いつもの前置きですね。デッキ相談に応募ご希望の方は、この動画のコメント欄に、ご自身のチームランクと、デッキ相談お願いしますという旨を書き込みお願いいたします。後ほど僕の方がコメント欄を見て、ランダムでピックアップさせていただきます。行きましょうか。で、お一人目の方ですね。カイチームさんですと。で、カイチームさんが作りたいのが、ヤシは技術が余ってしまうので、それを使い切れそうで、チームランクを上げられそうな選手、投手もチームランクを上げられそうな選手をお願いしますというところですと。で、そうだな、ヤシの方からいきますか。技術余り。まあ、そうですね。SR が、天城と白井くん。小平で RPR も打撃が多いので結構確かに技術余りにはなりそうかなという印象ですね。で静香が自前でいらっしゃるのでマネー枠は静香で、そうだな、どういう感じで組んでいこうかな。技術を使い切れる、そうですね。はけ口としては精神か筋力になるので、で、精神は小平を引けているので、小平を入れて、筋力はフレンドさんで借りて、技術を逃がしていくのがいいのかなというところですね。で、コツの噛み合い的に、ビクターは必ず入れたいと。静かの、芸術的流し打ちの骸骨の流し打ちがあるんでね。なので、ビクターと静か、小平、この辺は確定でいいのかなという感じですね。で、どうしようかな。で、そうだな。まあ、白井くんも SR なので、育ててぜひ入れていただければというところになるのかな。ただ、小平を入れると、金の特殊能力が、切り込み隊長が被るはずなので、そのあたりは、ちょっと金特被らせるの嫌だなということであれば、別のキャラを使うのがいいかなと思います。ただ、まあ、A とか A プラスを目指すくらいであれば、1個ぐらい金特被っても大丈夫だと思うので、白井くんを入れるのがいいのかなと個人的には思います。なので、小平、ビクター、静香、白井くんは固定と。で、そうだな。そうすると、前イベ、後イベ一人ずつと。で、できれば、後イベの筋力、登場から1、このあたりを借りたいので、前部を誰か選定したいですね。で、その辺を考えると、おそらくトシ君か、テッサン。このあたりが候補になってくるんじゃないのかなと思います。性能的には、トシ君の方がおそらく使いやすいかなと思うので、トシ君を入れるのがいいのかなと思います。ただ、キャッチャーコツをもらうのが嫌ということであれば、テツさんを入れたりとか。というところかなと思います。あとはタイガーでもいいかもしれないですね。結構コツがまとまってるんでね、タイガーが。なので、このトシ君、テツさん、タイガー、この辺はお好みで入れていただいて、あと、ビクター、小平。静か、白井くんでライチか登場を入れればいい感じになるんじゃないのかなというところです。で、投手ですね。で、投手に関しても静か、あとは、そうだな、天城を入れて、あとにで変化球の SR がいないので、できるだけ変化球は積んでいきたいところですね。立川と、そうするとあと前になるんだよな。
そうだな、キバとゴロ、休息、立川とメンタル被らせんのは嫌だからカオルちゃんはきついよな。そうですね、他のピッチャーの SR マイベ、あ、ごめんなさい、 PR や R のマイベがいないので山口がいるか。山口入れていい感じかな。山口入れてもいいかもしれないですね。マイベで変化で木場とゴロ、どっちがいいんだろうな。コツがまとまってるのは木場、たくさんもらえるんであればゴロというところで、まあゴロくんでいいのかな。うん、特にカイドウ行くんであれば、まあ、紅白戦を回避できるようになるんでね、ゴロくん入れるのもありのかなというところです。で、うん、残りのフレンド枠は SR の変化前で、神高だと静かと金の特殊能力が被るので、まあ、星くんを入れてみたり、もしくは、後ろの立川を外して木場と五郎くん2人入れて、で立川を借りてくるっていうのもありかなという感じですね。とにかく変化球の枚数が限られているので、ぜひフレンドさんで借りていきたい構成かなというところです。で、野手に関しては筋力、投手に関しては変化球を引ければ結構広がりが出そうな感じかなという印象です。次の方いきましょう。大勢さんですと。で、大勢さんが作りたいのが、野手投手ともにチームランクを高めていきたいですと。で、そうですね、野手の方からいきましょうか。自前でホムラ、ウド、あと小平がいるので核になるメンバーは作れそうかな。うーん、そうですね、あとは神宮寺とエミリーかな、彼女枠が。そうですね、筋力はいないのでウドは入れたいと必ず。で、ホムラも固定でいいと思います。彼女枠エミリーで、これで3人ですね。そうだな。で、神宮寺も入れていいと思います。今、ちょうど SG の限定ルートも開放しているので、特攻キャラとして使えるキャラの一人かなというとこですね。これで前あと2ずつかな。で、そうだな。広角打法を持って、持っているキャラがいないので、フレンドさんで借りるのは東条か西賀とかもいいかもしれないですね。どっちもありだな。バランスよく作るんであれば西賀、筋力マシマシにしていくんであれば東条でいいかなというとこですね。で、そうすると残り1枠前と、そうですね、まあ、そうですね、サメ島入れるのありかもしれないですね、このお手持ちだったら。サメ島を入れて、フレンドさんの枠に、サイガ。こうすると、かなりバランスいいデッキになると思います。特に、さよなら男のコツですね。持ってるキャラほとんどいないので、神宮寺入れるんであれば、サメ島と、セットで使うとかなり強いというところがありますね。で、金の特殊能力がサイガーと被るので、それが嫌ということであれば、別のキャラかませていくのがいいのかなというところですね。なので、サメ島、ホムラ、で、神宮寺、後ろがエミリと、ウド、で、フレンドさんにサイガーなり、もしくはトシ君とかでもいいかもしれないですね。金の特殊能力を考えるんであれば。で、次が投手と。で、ピッチャー。
そうですね、神楽坂と、カオルちゃん、クオン、クレバ、蝶野。まあ、自前エミリーか、誰か借りてくるかっていう感じではありますね。で、神楽坂は確定でいいと思います。エミリーも。エミリーどうしようかな。そう、エミリーを入れて、伸びを、金徳ではなくて伸びを取得するのも、この手持ちだったらありかなという感じですね。エミリーでいいのかな。もしくはフレンドさんで他の彼女キャラを借りてくる感じですね。で、あとはクレバは入れたいかな。噛み合わせ的に。なので今のところクレバと神楽坂。エミリーは入れるか入れないかはご判断いただければというところですね。で、タンバかな。タンバ、金徳被るな。坂田も金徳被りますね。難しいな。そうですね。ちょっとどうしても金徳被りになってしまう構成になっちゃうかな。久方は入れたいですね。脅威の切れ味が神楽坂と被ってしまうんですが、こいつ単体でかなり強いんでね。で、金徳を成功した時ももらえるポイントや急速の追加上げもあるので、ぜひぜひ久方は、入れてっていただければなというところかな。なので、久方、エミリー、クレバ、神楽坂、変化球の SR 入れたいですね。となると、そうだな。前、神高かな。神高を入れて、アフロ怒り、骨要因として後ろに積んでおけばかなりバランスいい感じになるんじゃないかなと思います。で、どうしても金の特殊能力が限られそうな形になるので、もう少し金の特殊能力を増やしたいってことであれば、例えばカオルちゃん入れてみたり、あとはそうだな、この中だったら、ちょっと難しいかな。もしくは、鋼入れて、エミリー外して他のマネ借りるとかもいいかもしれないですね。なので、今のところは久方、エミリー。アフロ怒り、クレバ、神楽坂で神高を借りてくる構成がいいんじゃないかなというところですね。で、まあ、新しいキャラも時間が経つにつれ入ってくると思いますので、ぜひぜひいろんな構成を試していただければというところです。いかがでしたでしょうか？いやー、もう本当に毎回ですが、皆さんいろんなお手持ちでいろんなご要望をいただいてまして、本当にいろいろ考えながらデッキ組ませていただいてるんですが、やっぱり難しいですね。で、僕が組んだものが最善ということではありませんので、ぜひぜひまず試していただいて、ちょっと合わないなとか、感じられれば、足りない部分を補ってみたりだとか、新キャラ入ったら交換してみるだとか、いろいろと試してみていただければと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ、皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、ツイッターのアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。